なんで腹が立ってんだろう。なんで悲しいんだろう。なんで自分のことをこんなにダメなやつと思ってしまうんだろう。って時に掘り下げていくと、これは妬みだったってことに、ね、気づく。はい、おはようございます。サ朝日メンタルクリニックの印象のせいすけです。本日は妬みのコントロールと付き合い方というテーマでお話ししようと思います。まあ、妬み妬みですね。この妬みって結構難しいんですよね？ 僕らはね、あんまり妬みっていう言葉を語らないんですよ。精神科医って。あんま語らないなと思いますね。妬みって、うん、語らないね。本当に。だから、こう、なんていうのかね。結構ね、中心にあるような、いろんな精神病院の中心にあるんだけれども、語ることがはばかられているというか、恐ろしくて僕らは語ることができないですね。うーん、いや、きついんだよね。これ語るのって。まず、意思っていうのは、 まあ妬みの対象だよね。そして対象でもあるのと同時にそれをなんかこう診察の場にこう持ち込んでしまうといろんなものが破綻しちゃう可能性があるということでもあるしますね。だから妬みの対象なんだよね僕らって社会においてもよくも。だけどそれが それを自分たちからそうだよねって言うとまあ問題あるじゃないですかそこをね空気をまず言うのが増田のスタイルですけど、まあ、あのまあそういうもんなんですよねただあの僕らは僕らですね妬みますだからあの自分たちよりもお金持ちになった人たち同級生で、ね、医者ってそうなんですよ妬み妬むんですよね 同じ同級生が出世したとか教授になったとかも妬むし、えー、自分よりね言ってしまえば受験の時に自分より自分より成績が悪かったやつが企業行ってお金持ちになっちゃったとかねなっちゃったっていうとねまたこれ僕の中のねちょっと妬みが出てますけどでもまあその負けず嫌いだからゆえに妬みとかねそういうのがあったりしますだから負けず嫌いじゃないと僕らって医者医学部なんか入れないですよ入れないですよ,ですよだからある意味 あ才能だけで受かっちゃいましたっていう風に言ってますけどそんなことなくてめちゃくちゃ負けず嫌いであのー、ね勉強してきた人たちなんでまあすごい妬むんですよねまあそういう存在なんで自分たちの弱さもね扱わなきゃいけないから結構言いにくかったりするとまあ,あそういうもんですでですね人間っていうのはですねまあ精神分析の世界でっていう話にはなるんですけど あのこう憧れるんですね憧れるだ昔は親父親母親に憧れて憧れるから真似るんですよね真似るからこれが学びなんですよ真似る学びになるとで このでこれが成長なんですよね成長そして真似ることでこれ諦めるこうその人になりたいと思うんだけど真似るだけどどこかで諦めて自分の道を行くという成長と諦め諦めかなになるっていう、まあ、こういうことが起きますね で僕らミラーニューロンって言ってそういうものがあるのでなんかすごくこう対象に対してこうすごくこう何て言うのかな憧れる憧れることで成長していくっていうのがまあ人間ありますだから子供見ててもね思いますけどどうでもいいものに対して嫉妬したりとかずるいとか言ったり兄弟喧嘩したりとかなんかそういうもんですよねでその中でなんか えー、争うからそれが成長になったりとかするし争う中で諦めとかをね覚えてあったりするっていうのがまあありますよということですね。うん、でですねあの何、ー、て言うのかなここら辺はねだからこうこの妬みとね同化と真似るってねどうやって区別するのっていうと結構むずいんですよね。うん うまく言え、言えないんですけど、なんか。あの。うん、だから、こう。嫉妬するとか、憧れるがゆえに成長していく。この。どっからが健康的な妬みで、どっからが不健康な病的な妬みかっていうのは、まあ。あの、説明するのは結構難しかったりしますね。うん。まあ、ただそ、そ、れだけじゃ、それだけの話ですけどね。うん。で。この。 僕らっていうのはその相手に憧れるっていうことがですね逆こう強く強く憧れるっていうことが同時にこれと同じだけ自分に返っていくんですよね。 ここれれがが時に攻撃性ととして理解されることがあるうんだからなんかこう自分が本当は憧れてる嫉妬してるのにもかかわらず嫉妬してるっていう事実は忘れ去られてこうなんか攻撃されてるバカにされてるっていうふうな見え方をすることもありますね。うん、あとはこう ナルシズムだから自分の中の、こう、ナルシズムが大きければ大きいほど、自分は素晴らしいんだと思いたければ思いたいほどですね、その、対象がいることで妬んでしまうし、妬みは攻撃性に変わるってことですよね。うん。まあ、そういう、なんていうの、ことが起きますね。うん。だから、 なんて言うんだろうね。で身近にいればいるほど妬んでしまうし、うん、なんて言うんですかね。まあマネたくなればなるほど妬んでしまうっていうのはまあ人間あるなぁと思いますね。はい。だからじゃあこの妬みのコントロールってどうしたらいいのかっていうと、自分が妬んでる なんで腹が立ってんだろうなんで悲しいんだろうなんで自分のことをこんなにダメなやつと思ってしまうんだろうって時に掘り下げていくとこれは妬みだったっことに気づく。で気づいた上でじゃあ自分のどこが足りないんだろうとかどういう要素がストレスなんだろうってことをもう一回分解していくっていう作業になりますね。うん、じゃあ妬みの原因は例えば人間関係が、えー 下手だから。下手だから相手を妬んでしまう。出世自分が出世してないから妬んでしまう。仕事仕事ができてないからできるやつを妬んでしまう。お金お金が自分は彼ほど稼いでないから持ってないから妬んでしまう。才能何でもいいんですよ、うん。いろんな意味でそういうところを一個一個分解していきその中の一個一個解決していくっていうことにまあなっていくという。 ことですね。じゃあ、今度は逆に。じゃあ、相手の妬みにどうやって対応していくのかってことになりますね。うん、だから、人間の社会っていうのは羊の社会って言ったりしますけど。みんながに、一日の中で、何回もね、妬んだり、妬まれたりを繰り返してるんですよね。この中でぐちゃ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 してますよね。こうしたりとか。で、出る杭は。 打たれると。隣の手話は青いと。まあ、いろんなことを言われたりしますけど。まあ、あの、能ある鷹は爪を隠すとかね。まあ、いろんな言葉があります。だから、まあ。 あのできるだけ目立たないっていうのがまああの妬、ね、まれない特徴でもあるし自分の弱みを見せてなんかこう私はね弱い人間ですよとか相手に見せるっていうことが、まあ、羊,の羊の群れの中で生きる時にはそれがあの得策っていうことでもそのまあ大事なのは妬、ね、まれてる時に妬まれてるなんて気づき でも相手に気づいてるぞってバレてると相手を傷つけることにもなるのでまた攻撃戦に転じるので気づかないふりをしつつなんかその妬みのね対象をかわすってことになるんですけどまあかなり応用編という感じにはなりますねだから精神医学っていうのは前半はですねこのセルフケアなんですよつまり自分の妬みっていうものをどうケアしていくのかコントロールしていくのか くののかっていうのが前半戦ですね後半戦は組み合わせの問題相手ののの妬みととどうう付き合っていくのかっていくかが後半戦となりますねでもまあこういう自分の中の妬みを築けば相手の妬みもコントロールしやすいのであのー、まあ何て言うのかなまあそういうことになりますけど、うん、まあなんかそんな感じです。はいということで今回は「妬みのコントロールと付き合い方」というテーマでお話ししました。 で宿題はですね、まあ、自分の中の弱さとか妬みについてちょっと語ってみてください。えー、で、妬まれた時の対応法とかも、まあ、もしよかったら、あのー、コメントいただけるといいディスカッションになるのかなと思います。はい、では、以上でこの動画があります。もしこの動画を見てよいと思ってくれた方はグッドボタンも、チャンネル登録と下の方よろしくお願いします。ではまた